1968年製の、ヴィンテージギブソン ES330 with ビグスビー実直にご紹介するための動画です。今回もノーカット一発撮りとやってみたいと思います。まず気になるのはチューニングですよね。このナットの作り、溝のスムースさ、まあ、ネックのレベル、フレット、そしてブリッジとトータルでこの楽器の、まあ、素性を測ることができるんですね。チューニングをするっていうことは、もうダメなやつってこのチューニングを上げていく時点でミキミキミキっていう音がしたり、どこかに当たってる音がしたり、あとはまあ押さえてるポジションで音痴だったり、フレットが浮いてたりするともうカサカサした変な音がしたりします。ナットがまずいともう解放の時点でここで当たってしまったり、当たらなくてもその生の音がおかしかったりするので、が打ち替えてあるので非常に演奏性はいいですね。でネックの裏もひどく割れたりしてないですし、エッジが立ってることもないですし、この貫禄あるウェザーチェックも、まあ、リアルでいいですね。これは本当に時間でしか生み出すことができないこの楽器の良さですよね。この風合い、奏でられる音色、そして値段、非常にいい一本なんではないでしょうか。リアです。
1968年製のギブソン ES330 with ビグスビーのご紹介でした。